今年でこの活動は3年目になるんですけども、やはり毎年そうなんですけど、お客様がですね、そのセミナーに来ていただいて、その真剣にまあ受講していただく姿を見てですね、非常にこうやりがいをですね感じているというふうに思ってます。最初はですね、やはりそのお客様に対して、弊社のソフトのまあ使い方を、説明するっていうセミナーをやってたんですが、やはり現地に入るとですね、お客様からやはりこういったセミナーもやってほしいとか、まあ、いろんなご要望をいただく機会がありまして、それで今年は、事業成功のための会計視点セミナーっていうですね、新しい今セミナーも、やってる次第でして、弊社としてもですね、今後より良いセミナーをですね、開催していきたいというふうに思ってます。考える基本は製品からスタートしないで、お客さんからスタートしなければいけないというのが次の文章です。一番大事なのはしっかり計画を立てて実行するという大事です。で、計画はまあ、しっかり立てなきゃいけないんですけども、立てる前にこういろいろ覚えておかなきゃいけないところがありまして、多分今日はそれのためのセミナーだと思います。はい、今日のセミナーは、まあ、会場としては20名のスペースなんですけれども、まあ、実際にそれ以上の方に参加いただいて、本当にその復興が本格化してきたというふうには思います。我々セミナーこれで3年目になりますけれども、初年度の時は参加いただく方多かったんですが、正直まだまだこれからという方が多かったんですね。で、去年は半々ぐらいですかね、もう事業は再開されたという方と、まあ、そろそろという方で、今年に関して言うと、まあ、事業はある程度、まあ、立ち上がりつつあるという中で、まあ、それをさらにどう発展させるかというところが、まあ、今のニーズになってきているのかなと思います。はい、私はやっぱり震災後の起業をしたので、やっぱり横のつながりというか、横のその、まあ、アドバイスとかをいろいろ、まあ、横のそのいろんな方のいろんな、まあ、事業主さんにいろいろこうアドバイスとかは聞きたいと思いますね。このつながりはすごい、まあ、地域ではすごい大切かなと思いますね。で、今年も、まあ、今回4カ所で、まあ、セミナーを開催して、で、まあ、事業という観点と、まあ、ソフトをどう使うかという観点と、まあ、それぞれ行いますけれども、で、これは今後も継続してやっていくべきだと思ってますし、で、そうなっている中で実際にこう、まあ、事業を立ち上げている、継続されている方とお話している中で、また次にやるべきことが見えてくるんじゃないかなというふうには思ってます。